Let's try bass fishing。本格的フィッシングゲームが PS ビータにいよいよ登場。ボタンでの操作はもちろん、画面タッチによる直感的な操作で初心者でもすぐに釣りが楽しめる。釣り場は全部で10種類以上。 PS ビータならではの高画質な映像で臨場感もバッチリ。ターゲットは4種類のブラックバス、その他トラウト、サーモン、ブルーギルなど、ルアーへの反応、バスの行動もリアルに再現。 PS ビータだからできたバスの AI にも注目。選べるキャラクターは全部で4人。キャラクターデザインは美少女ゲームで大人気のポヨヨンロック氏。それぞれのキャラクターは固有のスキルを持っている。自分のフィッシングスタイルに合ったキャラクターで挑んでみよう。またキャラクターボイスは清水愛さん、伊藤静香さんといった人気声優が担当。特に清水愛さんは自分自身がキャラクターとして登場している。ゲームモードは全部で5種類。ワールドツアーモードは4人のキャラクターから1人を選び、ツアーでナンバーワンを目指すモード。4人それぞれの特徴を生かし、スキルを上げてトーナメントを勝ち抜こう。キャラクターそれぞれにストーリーもついている。キャラになりきって楽しもう。チャレンジモードは決められたノルマをクリアしてルアーを獲得するモード。50種類以上のルアーを集めてより大物を釣り上げよう。このモードで釣り上げたバスの最大重量などはネットワークランキングに対応。日本中のアングラーと競うことができる。この他にもモーションセンサーで水中散歩が楽しめる水中鑑賞モード、釣り方を丁寧に教えてもらえるレクチャーモード、さまざまな条件を設定してのテストフィッシングが可能なトレーニングモードも収録。自分に合ったスタイルで楽しもう。発売後も釣り場やルアー、衣装などを続々配信予定。いつまでも楽しめる。価格はこれだけのモードが入っているにもかかわらず3,990円。ダウンロード版は2,940円。 PS ビータ初の本格的フィッシングゲーム、レッツトライバスフィッシング、フィッシュオンネクスト。